Welcome back to my channel. It's Misa. 皆さん、こんにちは。Misa です。皆さん、T シャツリメイクの動画、以前ご覧いただいた方多いんじゃないかと思います。この T シャツリメイクの動画なんですが、おかげさまでね、こんなにたくさん再生回数が伸びまして、まあ、多くの方に見ていただけてるんだなっていうのがすごく嬉しいんですけども、この結び方が難しいっていう意見を最近たくさんいただけまして、まあ、YouTube でこの T シャツを、そして C チャンネルではこの T シャツ2段と3段でそれぞれね、ちょっと T シャツの丈も違うものを作っているんですけども、いずれもちょっとね、尺の関係もあって急いで作ってるので分かりづらかったと思います。なので今日の動画は、ちょっとこのね、結び方をクローズアップして、切り終わって結ぶところからをゆっくり説明していきたいと思います。まだ暑い季節が続くのでね、この動画を見てぜひ皆さんまたこの T シャツ作っていただきたいと思います。でほぼノーカットでいくのでちょっと見づらかったりね、中だるみするかもしれないんですけども、急いで撮った動画になりますのでぜひご覧ください。では切り終わったところから早速始めていきたいと思います。夢口ゆるチャンネル、はい、では早速始めていきます。この T シャツ一回結んじゃったのでちょっとへたってるんですが、まずはこの2つ抜かした1番と4番、この2つを結ぶっていうところを覚えてください。で、真ん中の2つは邪魔なので上にどけておきます。この1番と4番2本を束ねたら、輪っかを作って間を1回通して引っ張って玉結びを作るだけです。これが基本になります。では隣も結んでいきます。先ほどと同じように2本抜かして1番と4番を結びます。邪魔なものは上に上げておきます。結び方は先ほどと同じです。で、この時注目してもらいたいのはこの1番の部分なんですが、先ほど結んだものの上を1番が通っています。先ほど結んだ4番の上を今結んだ1番が通ります。はい、同じく今結んだ4番の上を次に結ぶ1番が通ります。わかりますか？左に掴んだ方が上、そして2本束ねて結んでいきます。こうすると自然に交差していってくれます。今結んだものが上、先ほどのものが下になっています。これね、原理を考えると簡単です。必ず結ぶのは2つ挟んだ4本目、これを掴んで一緒に1回結ぶだけです。交差する方向さえ間違えなければ簡単にできるので、これを前後 T シャツ1周分やります。で、前回の動画、1年前の動画でも説明しているんですが、必ず本数は偶数になるように切ることを忘れないでください。あー、でここ2本隣じゃなくて3本隣になってます。実際はここです。間違えないようにしてください。それでは2段目を始めていきます。2段目は先ほど束ねた2本を隣同士別々の束を1本ずつ取って、同じように輪っかを作って間を通して結びます。この時無理やり反対側をつかまないように、こう自然に二手に分かれるようになると思うので、自然に取れる方を隣同士1本ずつ取って結びましょう。で、先ほど言わなかったんですが、結ぶ時引っ張りすぎないようにするっていうことがポイントです。長持ちさせるためでもあるし、まあ、強度を強くするという意味であまり繊維を伸ばさないようにすることがポイントになってます。はい、で段数を増やしたい時はこの下も同じように分かれさせてどんどん結んでいくだけです。綺麗に仕上げるために玉留めの高さ1段目2段目それぞれ合うように作っていくことがポイントです。というわけでいかがでしたでしょうか。 T シャツリメイクのね、クローズアップバージョンをご説明しました。これでもちょっと分かりづらかった人はぜひゆっくり再生して見てみてください。そして自分でやってみると意外に簡単なんですよ。で、私も実はもうね、これ作るとき、あ、じゃあこっち作るとき一回練習してるんですね。なので、まあちょっといらないか、あの布とかを切って練習してみるとすごい分かりやすいと思います。暑い時期が続きますので、みんなぜひこの T シャツを作ってね、水着の上に着るとすごく可愛いので真似してみてください。では本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。